先生、はい、ここも始まりました。ヨーロッパもネダゾーンで見ちゃいましてるけどね。いや、始まってますね。めちゃめちゃお客さん入ってんじゃないですか。ね、大丈夫、大丈夫なのあれ、イングランドはとかめっちゃ。なんか、大丈夫らしいっすね。なんかリバプール戦、はい、アンフィールドのやつとさ、さっきやってたオールドトラッフォードのさ、はい、中村健吾さん解説のマンチェスターユナイテッド戦見せたけど、はい、めちゃめちゃ入ってるよお客さん。ねえ、ダメでしょ。すごいね。いやでも嬉しいっていうか、なんか、ね、やっぱ心躍ってしまうね。そうよね、お客さん解説戦ね見るとね、よかったなって思いますよね。一応アンフィールドとかも間引いてるみたいなんですよ、満員じゃないから。だけど全員前に寄ってきて、隣とかも開けないで座ってんですよ。あれだったら満員にしても一緒よね。まあ無理でしょうね、もうね、それはね。すごい、でもやっぱり戻ってきてる感じがね。うん、しますね、フットボールがね。なんて思いましたよ。いや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 、ね、クロップさんがメガネかけてなかったんですよ。お、あれで行くんすかね、今年ね。あ、そうなんだ。メガネかけてなかった、違う人みたいでしたよ。やっぱりそれ気分変えていくんですかね。まずちょっとごめんなさい、はい、リバプールまだこの収録段階でまだやってないんですけど、ちなみに。あ、プレシーズン、プレシーズン。あ、プレシーズンか。そうそうそう。あ、すげえな、そこまで見てた。私がちょっとなんかね、夢見てたみたいに思ってました。アースナル戦と勘違いしてんのかな。あ、プレシーズン、プレシーズン、そうそうそう。そっかそっか。なんだっけ、アスレチック、ビルバオとやってたんですよ。そう。南の出てなかったですけど、すごいなんか若いお兄ちゃんとか出てましたよ。すごいね。そうね。みんなあれでしたからね、うん、大会あったからね、多分ちょっとオフがあったりとかなんでしょうけど。さっきの話を先生、さっきはい、本赤の方で撮ったね、うん、もう冬移籍でみんな行っちゃうんじゃないかと、旗手も本間志音もね、谷も上田も行っちゃうんじゃないかっていう話、はい、もう止められない時代が始まってるってすごいですね、これね。いや、そうですね。日本一にもなってないぐらいのファンいますよ。いや、そうですよ。だって、橘田選手も行っちゃうかもしれないんでしょ？ね。すごい時代、めっかっちゃう時代なんですね、これね。そうなんですよ。あとなんかね、実際になんか断ったみたいなのが出てるのもいて、他にも。なんか札幌の田中俊太選手、中島大花選手とか。断った。うん、この夏行くの断ったなって、所長が誰かがなんか明言してるみたいな。ああ、そう、チームのためにっていうか、みたいな感じで、そのぐらいガンガン来ちゃうんですね。ああ、これだから応援すんの大変よね。だって行ったら急に見れなくなっちゃうと、斉藤光輝くんとか今なかなか見れないじゃないですか、あんな好きなのに俺。そうよね。そうでしょ。ベルギーだったら見るけど、2部ってのがなかなか難しい ね。そうなのよ。これだからどうしたらいいの、好きだから応援したいしさ、横浜 FC であんな輝いて毎試合毎試合みんな楽しかった、出世したら見れなくなっちゃうとおかしくない？難しいよね。これバカなこと言ってるかな僕。いやでもね、でもこれ多分日本とメキシコぐらいだと思うんですよ、こんなこと起こってんの。あ、なるほど。要は他はいわゆるヨーロッパよりもその文化レベルって、まあ失礼な話かもしれないけど、うん、ちょっと下の場合が多いから、うん、より見れるようになったんだけど、ああそっか、オキチームに行った方が視聴環境が良くなる。そう、だから日本の場合は J リーグとかメキシコリーグって発展しすぎてるってのがあって、あ、ダゾーン先生が全部やってくれるから。そうなんですよ、まあ、もういろいろ素顔もね見れるしさ、いろんなコンテンツで見れるけど、出世した瞬間いなくなっちゃうみたいな寂しさあるよね。そうなのよね。でよっぽど出世しないと見れないっていうかさ。そうなのよね。あと帰ってきた後とかになった頃、なんか、ああ、なるほどね。ある意味幸せなのか、見れるっていうのがね、その前段階で見れてるということが。そうですね。でもなんかどうにかな、なんかサブスクとかで応援できないのかね、人を、人に。でもまず逆にもう一個考えられることがあるかもしれないなと思ってるのが、はいはい。ベルギーは増えたじゃないですか。ベルギー、ダゾーンのコンテンツとしてもあるからね。確かにね。あれはやっぱ人が多く行ったからも理由の一つじゃないですか。うん、ああ、そうですね。だもしかしてヨーロッパの例えば一つのリーグとかに、うん、結構な人数行ったら、うん、見れる可能性ってことは増えてくるのかなって。まあ、そうなんだよね。いや、わかるんすけど、人が人一人応援したい場合によ、先生。何リーグとかの都合でね、あと配信会社の都合でね、見れないとか困っちゃうんですよ、それは。そうですね。これは J リーグファンの気持ちじゃないかな。だって、いきなりロシアに行ったり。ね、変な話、こう、違う東欧諸国に行ったりする人もいるわけでしょ、わがまま言ってんの、承知で言ってますよ、私、無茶言ってんのは。リーグというよりも、
だから個人で応援できないですかね、月額ね、3000円ぐらいで、斎藤幸喜くんがどこ行こうともね、全試合見れる、斎藤幸喜パック。いいね。ね。めちゃめちゃなこと言ってるの分かってますよ。いろんなものを飛び越えて喋ってる子供みたいなこと言ってるの分かってますけど、でもファンのいた、ね、偽らざる気持ちじゃない、なんか。そうだね。ぜひあの、冬移籍準備、日本から欧州っていうあの、本アカウントの動画と合わせてね、これ、今日朝出てますんで、聞いてほしいんですけど、そこでここまで言えないんでね。そうね。なんか、日本、なあ、でもその日本だけっていうのは、なるほどね。難しいですよね。でもこれがどん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 行っちゃうわけじゃない。ああ、いい選手出てきた。ああ、好きになってきた。頑張ってほしい。ああ、いなくなっちゃった。あれ、どうしてるかな、どうしてるかな。3年後、みたいな。あんま出てなかったね。帰ってきたね。みたいな。まあ、こう活躍してくれりゃいいんだけど、そのね、確率的にそればっかじゃないでしょ。そうなのよね。絶対全員が活躍できるなんて保証はないですからね。一回反省したのに、親みたいなこと言ってると思って、俺。若者はね、一流のというかね、可能性考えずにパッと行きたいですから、選手としてはいいんで、だからそれ見たいって言ってるだけなんです、僕は。ファン心理よね。そうなのよね。ずーっと GoPro つけてもらえばいいのか、背中に。背中に。でもそうだよね。はい。まあ、リーグがね、いい選手を取って、いいプロレス団体というかね、いい団体にして、高く売るのがリーグというビジネスですからね。そうですね。これわかるんですけどもね。難しいな。なかなかちょっとプレミアラリーガ、ベルギー以外はね、ちょっと見れない可能性もありますから。そうね。個人サブスクにして、その何パーセントかリーグに入ればいいんですよね。そうですね。斎藤幸喜君がベルギーからオランダに移りましたと。なったら今度はオランダリーグの斎藤幸喜君の試合だけ見れるとか、ずっと。いや、そうだよ。ね、なのも斎藤幸喜ワンショットで見たい。それは言い過ぎだな。それはまあブログかなんか見ていただいて、SNS かなんか見ていただければいいですけどね。ね、なんか、そういうなんかこうね。でもそう、もうそう、うん。政治に流されたくないんですよ、応援を。私は好きなものは追いかけたいじゃないの、それはさ。なんか生き生きドリブルしてるのを見たいし、あ、今日ちょっと調子悪いのかなとかいうのを見ていたいよ。うん。うん、いや、なんかちょっと思ったのは、はい、今後本当にあるんじゃないですか、そういうの。あったらいいですよね。うん。あの、正直ほら、ただその映像とかってやっぱね、うん、ちょっと重いじゃないですか。うんうんうん、負荷がかかるから。だからサブスク単位ぐらいのところでできるかって言われたら難しいかもしれないけど、うん、より軽くなったりとかすれば可能になっていくこともあるのかなと思うし。そうです。いや、でもまあ、権利よるよというより権利かもわかんないですね。まあね。うん、今度だからメッシがさ、リーガからいなくなるでしょ、で、リーグワンってなると、リーグワン全試合パックみたいのをみんな入らなきゃいけないわけでしょ？いけないですね。もちろんね。はい。まあ、でも、メッシ以外 見ないっていう人もいるかもしれない。いわゆるパリ・サンジェルマンのみでいいっていう人ですよ、ね。で、だってまあ、パリ・サンジェルマンチャンネルみたいので売るわけ？そういうのもあんのかな？あり得るでしょうね。基本はそうなんだっけ、向こうはね。そうですね。あの、リバプールさんがね、ダゾーンで見れるっていうのがありますよね。チャンネル一つ、うんうん。そういうこともパリだったらあり得るのかもしれない、ね。リバプールチャンネルやってますね。あの、ダゾーンでね。結構あれ好きですよ、僕なんか。あれいいっすよね。全然日本語ないですけど。なんか丁寧にインタビューとかね、全然わかんないですけど。でもだからそういうことも、こんなふうに喋るんだと思って見てます。かもしれませんね。なるほどね。でも、まあ、各とこがね、連携して FIFA がうまいことね、縦割りで作ってくれればね、いいですね。その人が2部に行こうが、ね、1部に戻ろうが、その試合だけ見れるみたいなね。個人収益にもなりますからね、そこで広告がどんなんちゃらかんちゃらともできるし。そうだと思う、そうだと思うんですよね。FIFA さん、作って。なんか絶対無理なんでしょうね。なんでしょうね。そうでしょうね。でも何パーか入れば別にね。ねえ。そっか。あと、まあ、常々言ってるあれですよ。僕、代表の時、はい、これはバカなこと言ってますけどね。ええ。絶対無理ですけど、はい、代表戦の時に、うん、肩に、うん、あ、普通の、リーグ、所属リーグのエンブレムと、うん、所属チームのエンブレム貼ってほしいんですよ。欲しいよね。代表のユニフォームに。日の丸、プレミアリーグ、リバプールって貼ってほしいの、南野の肩に。貼ってほしい、ね。全選手、そうしてほしいの、国際大会で。わかるもんね。ね。
わかるよね。わかる。ただそれでキャプテンバーグつけたら肩パッカパッカですよ、もう。熱っワッペン熱っみたいな。大変だね。なっちゃうけど、でも気持ちはすごくわかるなって思いますね。そうですね。いや、でも、どん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 出ていくわけですね。そうですね。若い選手が学生ナンバーワンみたいな人がすぐじゃあ、J リーグとか出て活躍できるような環境も出てくるってことかな。そうでしょうね。だから、ね、分かりやすいんじゃないですか、やっぱりあの、ま、あの前田大然選手のモデルが一番僕分かりやすいんじゃないかなと思ってて、はいはい、いわゆる1年目とか最初半年とかはもともとの所属チームにいるけど、そこからプラス半年から1年半ぐらい例えば J2 の違うチームに行って特訓積んで、でもう1年自チームでやったら海外飛び出していくみたいな。なるほどね。なんかこういう風になっていく、まあ、だから 2,3 年スパンだと思いますけど、これが結構多いんじゃないかなって思う。海外行って活躍する選手は育成を J リーグで過ごして 2,3 年で離れていくっていうことですね。そうですね。そういう人の割合が増えていく、ですね。まあ田中碧みたいな形とか遠藤航みたいな形とかもそうだと思いますけど、こういうのが増えていくんだろうなと思います。これオリンピックがあった世代だったから多いっていうのもある。しかもそれで結果残してた世代だからっていうのはある。そっか。でも一回流れがついちゃうとやっぱりしばらくは信頼のブランドになるから増えていく可能性がある。でもそれはいいことですよね。そうですね。あの一時期あのブンデスで、そうでしたね、5、6人いたんだけど誰もほらベンチにも入らないみたいな時期あったじゃないですか。正直あったあった。ああいうことがあるとちょっと日本人信用ならないなってことも起こりうるけど、そうブンデスぐーっと減った時あったもんね。今年また増えたけど。そうなんですよ。ね、だけど今、もう一人増えるかもしれないです。そういえばマーさん、ブンデス。あ、そうなの。あの一人浮上しました、マインツ堂安律。お、マインツ、あ、いいじゃないですか。いいっすよね。ちょっと上がりそう。マインツはもちろん一部でしょ。一部です。で、昨日出したこちらの動画で考えたらマーさん的に5段階のうちだったら3かなっていうところなので。あ、なるほど、へえ、すごい。いいんじゃない。あ、いい。ブンデスちょっとねいなくて寂しかったから、これでだから、9人はすごいね。これはいいじゃないですか。しかもほぼ全員スタメンクラスですから。で、ベルギーが減ったかって言ってね、ちゃんとベルギーにも人送り込みつつの分です。分です、分営ですから。そうなんですよ。いいね。いいね。へ、楽しみですね。そうか。やっぱり日本人っていうのがブランド、ブランドってなんすね。結局イメージで撮ってるんですね、結構ね。結構ね。でも活躍してるしね。いや、だから活躍してるの大事なんだね。大事ですね。ああ、そうか。そうかね。そうですね。誰かが活躍してると、あ、なんかぽいやつ、ぽいやついないかなって探すわけだ、やっぱり。そうですね。あいつぽいねってなるか。そうだね。ああ、そうか。鈴木優真の幻影があって、林見たときに、お、ぽいねとかって思った部分もある。でしかもその林に出した、林一発出した瀬古も、あ、これもいいじゃんっていうふうになっていく。じゃあいいことですね、これはね。ことですよ。ただ応援だけしたいよね。どうにかしてほしい。フィーバーさん、あの、移籍した時に見れるか見れないかをまず考えちゃうのが嫌だよね。そうだね。そっか。どうにかしていただければと思います、サッカー関係者の皆さん。見たい見たいって言ったら言ったでね、夜遅くて見なかったりするんだけどね。それは内緒なんですね。ああ、そっか、あったみたいなことあるんだけど、見れるという選択肢があるということが大事ですからね。そうですね。ああ、そっか。はい。まあ、でも、ね、ニーズがあるということは、そういうのもできてくるといいですね。なってってほしいですね。そうですね。はい。わかりました。なるほど、すいません。ありがとう。しょうもないことばっかり言って、すいません。いや、楽しくていいですね。もうサブアカなんて勘弁してください。もう、毎日。ね、そうですか。ありがとうございます。今日の教訓を一つお願いします。おい、教訓、トントン、ビジネスモデルはこうやって作られる。ありがとうございます。ありがとうございました。そうか、そういうね、不満とかからね。そうですね、だんだんこう問題解決ですからね。そうなんです。 ありがとうございます。いつもリアルでまとめていただいてありがとうございます。ということで、この瞬間だけ脳がぐるぐるぐるってフル回転します。さすがですね。これあの、サブ、毎日、サブ赤カフェみたいな、カッコ仮でつけてるんですけど、サブ赤っていうか、はい、サブちゃんですね、これね。そうですね。アカウントじゃないもんね。ちょっと考えますね。まあそうですね。でもサブちゃんだと、なんかサブちゃんみたいな、北島サブちゃんみたいなね。
やっぱそれは世代的なあれなんですか。ああ、そっか。まあ、そっか。サブちゃんって言ったら、みんなの世代はサブチャンネルか。かもしれない。ああ、そっか。まあ、ツーリーダーにな。はい、じゃちょっと考えましょう、それね。はい。ありがとう。帰るなら今だもんね。だってね、早いところが、ね。あとさ、サブ赤って何も考えずに、赤のね、よく書いてあるあれで言ったけど、うん、赤をする赤だもんね、あれね。汚いよね。絶対思わないじゃん。カフェだっつってんのにさ、赤すりの赤なんだよ、あれね。汚くない？違う、思わないの？思わないよ。あれは、まずそのアカウントっていうのちょっとふざけた書き方で書いたからあの字なんでしょ？ええー。もともと。はい。本来はあの赤すりの赤だもんあって、あれ。思わない？壁と一緒にしちゃダメでしょ。ちょっと、その辺もね、コメントで。壁と続けたのはあんたや、話になってくるんですね。そうそうそう、だから反省しようかなと思って、ちょっとコメントなんでね、ちょっとお待ちしてますんで。お願いします。もろもろ話題もね、ご質問も受けたり。あ、いくつかいただいてるんで、またご紹介しますね。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらもね、サプーチャンネルもぜひチャンネル登録お願いします。井上真でした。どうも、ミルク佐藤でございました。それではまたこちらも明日でお会いしましょう。さよなら。では。